サントピアワールドは、新潟県阿賀野市にある、遊園地。万ツ自動車道、安田インターチェンジから比較的に近い、久保山にある。キャッチフレーズは、水と緑と太陽のユートピア。1970年代後半、当時の安田町に安田アイランドとして開園した。1997年に、リニューアルされて、現在の名称になった。 施設の大半は安田アイランド時代から引き継いだものが多い。熱帯植物園、安田フラワーガーデンが併設されており、洋蘭店など定期的にイベントが開催されている。集客は県内のほか、隣接する福島県藍津地方や山形県、庄内地方などからも得ている。積雪地であるゆえ、冬季の12月から3月は休園となる。 2011年9月30日、サントピアワールドは、新潟地方裁判所柴田支部に民事再生法の適用を申請して、保全命令を受け、負債総額は約4億円の見込みとなったが、引き続き営業は継続される形となった。2019年には、サダコのコスプレをした来園者を対象に入場無料とするなど、個性的な取り組みが見られる。2020年、 新型コロナウイルス感染症流行による社会混乱のため春からの交絡シーズンに休業せざるを得ず売り上げが大幅に落ち込み経営が悪化。そこで営業継続のための資金確保として5月末からクラウドファンディングを開始しおよそ5500万円を集めて営業再開に至った。クラウドファンディングの返礼品としては貸し切り利用という選択肢もあり実際に 県内の高校が学校行事の代替を兼ねて利用する例もあった。営業再開後は修学旅行向けの平日、貸し切りプラン、10月からは経営危機器を逆手に取ったギリギリ企画を行い、体感速度が爆速になる爆速メリーゴーラウンド、真っ暗な観覧車で約10分間の瞑想ができる瞑想観覧車などのギリギリアトラクションが登場した。また、 営業休止期間中にも、近隣住民に園内で使用している、除菌能力のある、酸性電解水を無償で配布していた。なお、1985年には、裏山にごく小規模なスキー場である、安田町民スキー場がオープンしたが、後に閉鎖されている。大観覧車途中の通路に、藁人形が打ち付けてあるところがあるが、なぜか、そこに、宿と書いてある。なぜ、 主じゃないのかスタッフにもわからない。ありがとうございます。